ねえねえ、この間のかなたちゃんのソロイベントの動画見せてもらっていい？あんなに楽しいステージ、もしかしてかなたちゃんの夢だったのかもって思っちゃって、現実だって確認したいんだ。あとはるかちゃんに見せてあげたいの。お姉ちゃんこんなパフォーマンスをしたんだよって。この間ははるかちゃん来れなかったから、見たい見たいってせがまれちゃって、ひひひ。うん、ありがとう。この目で見ても信じられない。寝てないのになんだか夢の中にいるみたいだよ。やっぱり本当は夢を見てるのかな。実はかなたちゃんお布団の中でお休み中だったりして。そっか、よかった。安心した。なんだか照れくさいよ。でも、そう言ってもらえて、とっても嬉しい。あなたのサポートがあったから、頑張れたんだよ。ありがとうね。まあ、はるかちゃんが原動力っていうのは間違いないんだけど、あなたの力もすっごく大きいんだよ。かなたちゃんの言うこと信じられない？もしじゃないよ。そうなの。うむ、あなたが分かってくれて、かなたちゃんも嬉しい。二人とも嬉しいなんて素敵だね。これからもっといろんなことに挑戦してみたいな。そうしたらもっともっとすごいステージにして、みんなに喜んでもらえると思うんだ。どんなことができるかな。ライブを定期的にやったり、応援してくれる人たちと交流もしてみるとか、あとは、なんで？もう、あなた、かなたちゃんのこと、なんだと思ってるの？まあ、いつもそのパターンなのは本当だけどさ。あのね、かなたちゃん、ソロイベントで改めて思ったんだ。かなたちゃんは、やっぱり、スクールアイドルがすっごくすっごく大好きなんだなーって。みんなから元気をもらえるとこ。スクールアイドルの好きなところはいっぱいあるけど、一番はこれ。応援してもらえると、かなたちゃんいっぱいいっぱい元気をもらえるの。それでまた明日から勉強とか家事とか頑張ろうって気持ちになれるの。こう見えて実はかなたちゃん欲張りなんだよ。だからもっともっともーっとみんなからのパワーが欲しいんだ。そのためにもたっくさん頑張らないとね。頑張って頑張っていっぱいみんなから元気をもらうの。それが
かなたちゃんのわがままなのだ。最初からそのつもりだよ。やだやだ、かなたちゃん起きてる。